皆さんこんにちは、メロンクーです。皆さんは第2弾のコースを楽しんでいますか？アプデが入り、様々な調整が行われましたね。ですがアップデートが入ったと同時に、なんと第3弾以降のコースの内部データが出てきてしまったみたいです。また一部コースの BGM も数秒聞けるので聞いてみましょう。なお、第3弾以降のコースのネタバレを含む可能性があるので、気をつけてください。それでは流します。はい、以上になります。計15コースが内部データによりリーチされました。ではそれぞれどのコースが出るか見ていきましょう。まずはゴロイワカップから。これは、海外の方が作ったもので、さっきの BGM から推測したコースとなっております。上から順に、ツアーからロンドンアベニュー、DS からピーチガーデン、GBA からテレサレイク、3DS からロックロックマウンテン。ゴロイワカップはこのようになっています。次にムーンカップ。上から、ツアーからベルリンシュトラーセ、GC からワルエイジスタジアム、ツアーからメリーメリーマウンテン、3DS からレインボーロード。はい、まさかのレインボーロードが来ますね。ムーンカップのムーンは月で、3DS のレインボーロードは宇宙をテーマとしたコースなので出るのかな？まあ第3弾は楽しみになりそうですね。次にフルーツカップ。フルーツカップのコースは一つだけ判明していて、ツアーからアムステルダム。次にブーメランカップ。ブーメランカップも一つだけで、ツアーからシンガポールスプラッシュ。次にハネカップ。ツアーからロサンゼルスコースと、GBA からサンセット荒野。次にチェリーカップ。ツアーからバンコクラッシュ。第5弾もあまり判明していないですね。次にどんぐりカップ。ツアーからバンクーバーバレー、Wii からメイプルツリーハウス。個人的にメイプルツリーハウスが来るのが嬉しいです。残念ながらトゲゾーカップはまだわかりません。もしかしたら、すべてレインボーロードとかにならないかな？はい、以上になります。今回紹介したコースはほぼ確定のようです。第4弾以降がまだわからないところが多いので、何が来るか楽しみですね。これを見ると、SFC や64からのコースが少なく見えますね。そしてツアーのコースが多いです。もし、ニューのところがツアーの新コースだとしたら、かなりの数ですね。これは、どうなるかわかりませんね。では今回はこれで終わります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。